二期健造1月10日から1966年4月27日は、日本の細菌学者、医師。秋田県秋田市土手長町のもと、五天井、日口巡太の次男、健造として首相、二期家の養子となる。山口高等学校を経て、東京帝国大学医学部を卒業、東京市立駒込病院に勤務。1903年赤痢金、駒込へ。 ビー B ンを分離する。1905年ドイツに留学、ミュンヘン大学教授のグルーバーに指示。1909年駒込病院副院長、東大講師、医学博士。1914年東大助教授。1915年、高木逸馬等と共に、素行症スピロヘータを発見。1919年駒込病院長。1921年、東大教授。 1929年学士院小受賞、日本医科大学、東京市改選、日本女子大学教授となる。1951年日本学士院会員、日本伝染病学会長。1955年文化勲章授与。1966年93歳でボス。天然免疫学理の証明の実績を残し、玄米食の提唱、実践運動や教育者として、 功績を残した。歴史学者で、国学院大学名誉教授、日本中世史、夕食古実の二木健一の祖父。二木健造の実父樋口淳太1873年、秋田県秋田市土手長町で生まれた。父、樋口淳太、母、えい、兄と姉、弟と妹、健造は次男である。樋口家は、代々以下で、秋田藩主。 佐竹校の御転移を務めた家柄で、父の順体は江戸の浅田宗博の塾で学び塾頭だったという、秀才で秋田藩の医学館七部書会頭を務めた。明治維新後は町医者として貧しい患者には薬と一緒に食物も与えた。賢造が三歳の時、次男だったため、土崎の二期家へ養子に出された。二期家は甲州から出て、 土月に船で来たという、代々の医者で、後継ぎがない場合は互いに養子を交わす約束を、日口家と交わした中の親類だった。二木家は、養母、清の一人暮らしで、医師業ではなく、4歳から5歳までの間は、養母の下で暮らしたらしいが、生果が恋しくて、土月から秋田に行く、魚屋の後について、生母のところに戻ってしまった。5歳の時、生果から感学者、 稲川直清の塾に通った。建造は病弱で成果で暮らしたが、父は厳しかった。不しながら距離を保ち、勉強するようにとき、予期師として稲川直清に通わせた。習字は5歳から漢字塾で学んだ。1883年、9歳で小学校に入学した明徳小学校が建設されるのでそこに学んだと考えられている。 今のは北市立明徳小学校の前身である。8年生だったが6年間在籍し、1888年に卒業した。12歳で戸籍上は二期家に入り、その年家徳相続して二期家の子子子となったが、その新戸籍は聖火と同じ地盤に設定され、やがて養母は北海道に渡り、1920年に小樽で亡くなったので、 実生活を母子として過ごしたわけではなかった。1888年、秋田県立尋常中学校に入学する。幼児期から病弱が続いた。小柄で、失神や胃腸弱、急性腎臓炎もしばしば患った上島で経験したという。賢臓は真面目で勉強好きで、最上級生の5年生のストライキが激化するとき、指定の道を解き大演説を行う雄弁家でもあった。 1893年3月25日、尋常中学校を卒業。第6回卒業生25人の一人で、秋高100年史には建造、東洋拓殖会社総裁の佐々木駒之助、本校出身最初の所管、陸軍少将,将の長峰俊之助、大衆医療に貢献した森田助隆がいた。20歳の徴兵検査では、不合格で検査官に爆破を食え、 と言われ、健康と食事の関係を痛感することになる。1893年9月、仙台の高等中学校に推薦入学した。勉強が杉神経衰弱になるが、座禅などで克服した。1894年の国の学生改革で、仙台の第二高等学校に死亡の以下がなく、山口高等学校に転入した。下宿生活で夜食の焼き芋貝などを、 上級生から命ぜられた。同年8月、日清戦争が始まったが、建造は戦争にはほとんど関心がなかった。すでに素食、小食の食事療法を身につけ、衣類は自分で針を持ち継ぎを当てた。1895年春、下宿を脱出し、当時38歳で教頭の北条時吉の家に、書生となり住み込んだ。 すでに北条に浸水して、身近で暮らし直接教えを受けたいと考えた。建造は朝の庭内掃除や草むしりから犬の世話をし、夜中集中的に勉学した。井戸に落ちた女中を女性たちの帯をつなぎ井戸に降り、抱え上げて助けたこともあり、山口港の生活を終え上京する際、雑巾をいっぱい夫人に捧げ驚かれたという。努力して体を鍛え、 全校遠足の時に、大都の大型船が、一小型船に変わり、50人が40キロ走って帰ることになった時も、独自の複式呼吸法を、すでに習得していて、トップで戻ったという。1897年、東京帝国大学に進んだ。北条は建造に寄宿すべき人物を紹介した。小田省確定に所生として住むことになった。で、当時は、 内務官僚だった。東京、牛米若宮町に屋敷を構えていたが、若い頃に肺結核を病み、独身を通していた。各歳と合うして、漢字、国学を良くした。後に、旧藩主前田家に招かれ、公爵、前田利成の教育係を務めた。蔵書家、禅の研究者でもあった。高等中学校の頃から興味を持っていた禅を体系的に勉強した。 また、小田邸から渡り、廊下で通じていた、平沼喜一郎邸に通じていた、他にも多くの洋人たちと小田を通じて知り合った。二期健三と妻よ、東京帝国大学の洋化大学一辺等の講義には、漢方医学を評価する二期には、消極的に対応せざるを得なかった。健三は講義では決して教えない漢方を小田昇格の増床詩に勉強した。 建造の保険学に西洋医学の長所は巧みに取り入れられている。ベレツは日本人特有体質論とでも言うべき説を主張しているが、これが建造の保険学と極めてよく共通している。秋田市の小学校当時から終始建造と同級だった人物がいる東山形成で卒業証書番号が平民日記22号、四族円山24号の関係だった。 ケンゾより年齢が2歳下で、その形成に妹キヨがいて、ケンゾはキヨに恋した。キヨには恋文で結婚を申し入れた。やがて婚約が整い、大学を卒業するのを待って結婚式を挙げることに決まった。1900年10月5日、聖母、樋口英が死去した。去年53歳。1900年10月5日、母英が53歳で世を去った。 東京帝国大学を1901年9月卒業し助手となるが同年12月東京市立駒込病院に勤務する。卒業の年に当時の東京市が常設の伝染病専門病院として会員した。収容力も当時としては大きく70床あった。新総会員を機会に、定大での医学士を採用、医療の充実を図ることになった。当時、 伝染病は最も恐ろしい病気だとされており、今の癌以上のものだった。学問的にはほとんど未知の分野、大学でも講義がなかった。駒込病院が医学資産用を決めても、希望者がいなかった。健造に続いて、親友の大滝淳や横田谷三郎が死願、医局入りした。健造らの医局入りで、駒込病院は、日本の伝染病研究の中心となる。 就任早々、レニア、進行まで居残って、顕微鏡を除いた。健三は、東京私立駒込病院の勤務医となったのを機に、小柄な体に、カイゼルヒゲを蓄えるのである。小柄で、体格的には、感読不足であったが、ヒゲがそれを補った。ヒゲは健三が、腹式呼吸や玄米移植運動を進める上でも、宣伝効果があった。各地で講演した後、 新聞に、ヒゲが、ピンと跳ねた写真が載ると、それがまた、ヒゲ先生の保健法と評判になった。ヒゲと共に建造のもう一つの看板は、黒いモーニングコートであった。冬は当然、真夏でも同じ冬物のコートを着用、年中服装を変えることがなかった。病院の月給が50円だったというから、初めて採用の医学士として、自尊心もあったのだろう。 巡査の給料が10円だったという。1902年春、旧は北藩市、や三郎の長男、東山慶生の妹清と結婚、名前の清を伊予に改めた。牛米若宮町の小田家の2階で、新婚生活を始める。清は、養母の名だったので、伊予に改めたのである。東京市立駒米病院に一人の患者が、担ぎ込まれた。64歳の男性だった。 担ぎ込まれてから1時間20分後、死亡してしまった。これら事件の幕開きである。この事件によって建造は細菌学者として、なお知られることになる。当時の日本細菌学会会を2分して、いわゆるこれら竹内菌が存在するかどうかが争われた事件である。この時、北里芝三郎が、私立の伝染病研究所を設立していて、細菌学に関する限り、 東大と対抗というよりは、むしろそれをしのぐ勢力になっていた。死亡から5日目、北里側の伝染病研究所が内務省を通じて、患者の瓶から、コフホシ、コレラ菌を分離したと発表した。一方、東大側では、その直後に内務省の中央衛生会で、コフホシ、コレラ菌ではない別種の細菌を検出と発表した。 双方が、それぞれの研究方法を非難し合って、延々と論争が続いた。東大側が主張するように、コフホ菌とは、別種の菌であることを立証した。細菌の鑑別には、偽種反応と呼ばれる方法が、取られる。それには、馬の免疫結成が用いられていたが、これだけによる検査では、コフホシ、これら菌も、竹内菌も区別ができない。二期はそれを、 ウサギの免疫血清で検査し、相違を明確に証明した。健造はこれをもとに、コレラ病原菌多種説を立てた。東京で、ペスト患者第1号が発生した。日本上陸第1号は、明治32年に、広島で出た。直後に、大阪でも患者が出て、さらに、東京侵入の3ヶ月前、横浜でも患者が出た。この時は、当局が拡大を恐れて、 患者の住居など20個を焼却している。東京侵入はもはや避けがたい情勢で、東京市は1902年9月10日付をもって、駒込病院にペストの発生に備えた体制づくりを指示している。これに基づき、同院は横田理三郎2期、大滝淳家の3人を中心にプロジェクトチームを編成、患者が発生したら、 閉鎖している本所病院に隔離することなどを決めていた。患者発生の一報がもたらされたのは、こうした状況下においてであった。患者は宝石工場の女行たち。宝石工場にはインドから綿が輸入されていて、その中に紛れ込んできたネズミがペストをまき散らかしたものだ。12月24日夜のことであった。秘宝あり、本所のある工場に、 ペスト記事患者2名小ずと、宴をわる頃に至りて、一同無者ふるいをなす。委員一同駒込病院に宿直す。東京市との電話の他、揺ることなく千運たなびき、善とたがんなり。駒込病院では、直ちに本所病院を開院。翌25日、臨時病院長に決まった横田が到着すると、玄関の土間に4人が運ばれていて、1人はすでに死亡していた。 本所病院の診療活動は極めてハードなものとなり、超過密な勤務状態が大きな不幸を招いた。横田の一瞬の油断が大事件となった。患者を手術中の横田が、羽根たちを右の目に受けて感染し、帰らぬ人となってしまった。その場で消毒を入念に行ったはずだったが、7日から発熱、右目、右耳、顎の腫れがひどく、強い痛みを訴えた。 病院あげての看病も虚しく15日午前5時死去した。健三は横田が夜になると暴れるのです。右の目の下のところに傷があって、そこからこれら菌が出ている看護婦に看護をさせることはできない。私が抑えながら看病した。だんだん心臓が弱って、そして死んだ。横田は結婚したばかりで奥さんは妊娠していた。このペスト下での患者は、 横田を加えて13人を数え、うち8人が死亡した。横田の葬儀は東大が大学葬をもって報いた。また、東大の旧友らが共蔵を作って、礼を慰めたが、その名文は賢造が書いた。長男の純益をあやす日期1903年11月18日、長男純益が誕生した名付け親は、賢造の死、小田昇格である。新婚の二人は、 建造の寄宿先、小田小確定の2階で新しい生活を始めたが、間もなく、駒込病院の近くの朝課長に古いかやぶき屋根の手頃な一軒屋を見つけて移転し、病院での診療と研究に没頭することができるようになった。研究に没頭して、真夜中の2時、3時が普通だった。この頃の駒込病院は、東大細菌学研究室としての役割を担っていた。 患者の検査なども今のようにシステム化されておらず、医師が診療の合間を見てやっていた。この劣悪な条件の中で健造は、セキリの診療に貢献する貴重な発見と研究をした。現在では、セキリといえば、細菌性セキリ、アメーバセキリ、それにイエキリを意味するものということで常識になっているが、当時はまだ未解明の部分が多い伝染病であった。健は、千年のこれら 竹内菌発見の経験から、赤痢菌も病原菌が複数である可能性が強いという考えを抱き、その前提で徹底的に検査した。その結果、駒込病院の患者から新しい2種類の赤痢菌分離に成功した。これは多くの点で告示していたが、患者血清に対する儀周反応やインドール反応などでその違いを明確に識別できた。駒込栄菌。 コマゴメ B 菌と命名した。同年夏、同病院に入院した赤痢患者49人中35人について調べたところ、20人からコマゴメ A 菌、15人からコマゴメ B 菌が分離されたが、死が菌はわずかにその中の1人から検出されただけだった。赤痢は100%死が菌によって発病するとしていた。それまでの学説を完全に覆したのである。 東京市は1904年、疲労病院を定員50名の予定で8月3日に開院し、健造会長となった。蝶チ,チフス859人、セ赤リ425人、ジフテリア252人など伝染病患者の総計は1565人と会員以来の最多数を記録した。この状態の中で、健造は伝染病研究が 自分の一生をかけるのに値する仕事で会えることをはっきりと意識した。駒込に勤めて3年目。これら、竹内金、関利駒込金,金の発見でやっていけるという自信も出てきたはずだ。秋田市手町町にあった2期の聖火の日口家2期の留学で妻子が預けられた日口家の庭建造は1905年ドイツ留学を決意した。費用は、 ジップの樋口淳体に援助を求めた。明治政府が官報を完全に否定しており、淳体は、一回樋口家の名脈を保つとすれば、二期家に養子に出したとはいえ、自分の息子に夢を託す以外に手はないと考えも、しただろう。建造の申し出を快楽した。ドイツ、ミュンヘン大学のグルーバー教授に就くことが決まった。建造に与えられたテーマは、自然免疫学理の研究であった。 具体的には、ウサギやモルモットが、ヒだスそ菌に侵されるのに、鶏や馬が侵されることがないのはなぜかを証明することであった。つまり、生物が自然に持っている免疫を明らかにするための研究である。毎日2時間眠るだけで、2年半でとうとう研究を完成させた。次々に、新しい事実がわかってきて、面白くて、仕方がなかった。 新職を忘れるほどに楽しかったと言った。グルーバー教授は建造を助手に任命した。大学への出入りや研究資材の自由な使用が認められた。グルーバー教授は建造の研究成果に評価を与えた。研究は日期数とで成し遂げたという証明書を添付した上で、その研究論文をグルーバー2期教授として世界に発表した。現在なおも医学の基礎的学理として、 その評価は変わっていない。1908年、建造は3年間のドイツ留学を終えて帰国した。イスラエル、エジプトなどに旅行もしている。当初、3年という計画で留学した。ところが2年半でそれを完成したので、残りを旅行に使ったわけです。親しい人々に後でこう語っている。ドイツ留学の記念品は、顕微鏡だった。当時の最高の顕微鏡で、 これを繊細で消失するまで愛用した。神田商船長に一個を構えた。5月6日には、駒込病院に正式に復職した。病院の服務規則の改定があり、新たに復員調整が設けられ、1909年、建造がそれに認じられた。この頃、ドイツでまとめた自然免疫学理の研究の論文を提出、学位を申請した。また、 結晶版並びに、その作用について、複式呼吸並びに、腹圧増進についてという論文も続けて発表した。医学博士の学位を受けたのは、この年10月18日であった。学位の受領に先立って6月、母校、東大の講師に任用された。それにより、臨床医、細菌学者であるとともに、教育者としての仕事もすることになった。 健蔵がドイツ留学から帰った翌年、3度にわたって、秋田伊佐夫新報に健蔵の保健法についての講話が掲載されている。1回目は2月18日から4回掲載で、精神的養成法と肉体的養成法と題したもの。2度目は10月1日から7回にわたった連載で、呼吸健康法というテーマ。 三回目は11月25日付の単発記事で、牛の結核というものである。内容はいずれも一般人を対象とした、健康管理に関する話で、具体例を引いてゆすように述べている。後年、保険学の2期とも言われるようになるのだが、いわば本業の細菌学、伝染病研究と並立させる形で、保険法の普及や研究を始めたのはこの頃からで、あった。期は、 人形の他にガラス細工で人体の循環器の模型を作り赤く染めた液体を流して腹圧を強めると血液が心臓に帰りやすいことを実験的に示したりもした。東大の講師でしかもドイツ留学帰りの医学博士がモーニングコート姿で立派なカイゼルヒゲをひねりながら講演した。秋田市手形アザ大沢の旧正洞院にある 平田厚種の母皮駒込病院副院長のまま母校、東大の講師兼務となった。建造の講座は伝染病学であった。講義は複式呼吸法の普及で、その講演がユニークだったが、教団に立っても独自性を発揮した。医学界では東の2期、西の沙汰と言われていたほど、講義が好評だった。最近学者2期、保健学の2期に続いて、 教育者二期の姿が浮かび上がってくる。11月16日、次男、純福が誕生した。建造の講演を有志が、長考筆記して出版したという冊子がある。秋田中学に進学していた17歳の頃、聖火樋口家の書生の中に、新館の息子がいた。この書生が、新館の家に伝わるという国学書をよく読んでいた。その中に、平田つたの、 志との岩屋があった。ある時、その一節を偶然に読んで、大きく心を奪われた。これを世に、二期式複式呼吸法として発表するまでに、約十年の歳月を要している。ドイツ医学で合理的に説明したい。二期の勉強が始まった。そして、留学中に、医学的に説明できる方法を見つけた。二期にとって、このことを説いた国学。 もの、平田厚種は、京里秋田が生んだ尖閣である。1912年3月18日、次男、純福が死亡した。去年3歳。8月19日、長女、未知が誕生した。駒込病院では、伝染病患者が急増一途で、看護婦の需要が高まり、その要請が急務となった。1904年7月、付属要請書が設置された。 養成所は最初1ヶ月程度の短期間だったが、1913年からは3年間の修行としてかなり高度な看護技術を教えている。建造はこの養成所とは別に当時、神田商船長にあった私立の東京看護婦学校で教え、1923年6月からは校長を務めている。11月4日、三卵、純吉美が誕生した。 北里柴三郎が所長の伝染病研究所が東大の付属機関となった。同研究所は北里柴三郎がドイツ留学から帰国して活躍の場を持たないでいた時、福沢諭吉の尽力で設立された。1892年のことで大日本私立衛生会付属研究所としてスタートした。その後、1899年国に全部を寄付。 内務省管轄の国立伝染病研究所となっていた。ワクチンや免疫結成の製造などもしていたが、伝染病専門の研究機関としては日本唯一の存在。2期は伝染病研究所技師の事例を受け、同時に東大助教授となった。駒込病院へは週に3回、それも午後から勤務するようになった。建造はまさしく水を得た魚であった。 複式呼吸法などで、この頃から保険学の2期と言われたりはしていたが、建造の表看板は、細菌学者の2期である。2期建造の弟の樋口譲る、助伝線病研究所に、1915年、赴任した翌年、沖縄で奇病が発生したというので、調査に出向いた。沖縄に行ってみると、男は、口がが、女は、 しぶさが腐って落ちるという病気が流行していて大変な騒ぎだった。しかし、原因は意外に簡単に判明した。連鎖球菌の一種、単独菌の変形したものが皮膚に付着しておき、それが皮膚伝染したものであった。そこをショ症スピロヘータの発見であり、日本脳炎の診断法確率である。建造のジップ、樋口順体が 1916年4月8日死去した。去年72歳。2期が伝染病研究所技師となった翌々年で、2期が細菌学者としてその地方を確実に築き出した頃であった。聖母英は1900年10月5日、東大に入学して3年目の時、脳卒中ですでに世を去っていた。53歳だった。父の死によって聖火は兄の三男が、 家督相続人になるのだが、まだ幼かった。樋口家は、巡隊の死によって、以下の看板を下ろした。当主が幼いこともあって、カウンが日ごとに衰えていく。半世時代は広く名の知られた家であったが、時代の大きな流れには逆らえなかった。樋口家はやがてに木が買い取る形で管理し、1935年代までは、かつての面影をとどめた。だが、 それも2期が東京で学校経営に乗り出して資金が必要になったためで、あろうか人手に渡ってしまう。今、屋敷跡はほとんどが秋田中央警察署となっている。1917年10月31日、自助圧が誕生した。1918年5月3日午前3時頃、建造は人力車で芝あたご下を通行中に、 後方から来た自動車に追突されて転落し、顔面、手足に、作家症を負った。この当時、健造は、駒込病院の副院長、伝染病研究所技師研付属病院長、東大助教授、東大付属病院部院内科課長、東京歯科医学専門学校講師、それに、内務省防衛機関、医師試験委員も兼務していた。健自身のプライベートな仕事として、 複式呼吸法の普及活動があったし、玄米食についても研究が山場に差し掛かっていた頃である。1日1食、2、3時間の睡眠という超人間的な生活であったというが、それでも寸下も惜しむ毎日であったろう。忙しいといえば、この頃、公爵前田家の主治医も務めていた。前田家は断るまでもなく休暇が藩主で、死、小田昇格の縁につながるものだ。 建造の長年の上司、駒込病院院長兼東大教授の宮本宿が倒れた。宮本は翌1919 19年10月に死亡した。宮本の死因はこの時大流行したインフルエンザにやられたものであった。建造が宮本から得たものは多く、自らが先頭に立ち、宮本の銅像を混流した。宮本の死亡によって1月、 健造がそのまま昇格し、駒込病院長となった。駒込病院100年史によれば、院長は、初代が、入沢達吉、宮本に四代と二度務め、三代が、橋本節祭、健造が五代目となる。1920年再び大流行したのである。院長就任で、二期の長過つぶりは想像してあまりある。院長就任の直前には、 日本女子大学の講師になっているし、9年4月からは実践女子専門学校の講師も引き受けていた。1920年12月8日、三男、純義美が死亡した。去年7歳。母校、東大の教授となった、1921年2月47歳の時である。細菌学を教えた。当時の日本の細菌学会は、 伝染病研究所を飛び出した北里柴三郎が私立北里研究所を持って活躍していた。北里はこの時期すでに東大とは声がたい壁を作っていた。そして北里に続くのが建造であった。1923年9月1日午前11時58分、関東大震災が起こった。建造は震災の直後、大急ぎで電源での処理を済ませると、 駒込病院に向かった。建物にはほとんど被害がなく、患者も職員も無事だった。当時会員中だった本所病院に向かったが、本所病院は類承した。その避難の難儀は必舌に尽くせぬものだったが、医師、看護フラ職員の献身的な働きで患者を全員避難させた。本所病院の院長代理だった黒田正美の報告によると、 セ赤リやチョーチフスなど180人ほど患者が入院していましたが、そのほとんどは重症で少しも身動きの取れぬ脳症を起こしたものばかりでした。私は建物の倒壊を考え、患者をベッドの下へ寝かせるように指示した。日本伝染病学会に日本感染症学会と名称を変えた。が設立された。東大法医学教室で設立総会が開かれ、 健造が初代会長に選出された。健造はこの後、1948年4月の第22回総会で名誉会長となって、尻属まで実に22年間にわたり会長を務めることになる。また、同学会は臨床研究を重視することにしたため、本部を駒込病院に置いた。こちらは1920年まで続いた。 設立に参加したのは2503人であった。ニキラは700人集まれば学会として格好がつくと言っていたというから旗揚げは大成功だった。会長のニキが総会の座長を務めた。それは十数年も続いた。終戦後の混乱の中でも学会を休むことはなかった。東京市立の5つの病院が次々に新築落成した。 1927年12月、2期は最初に完成した大久保病院の院長を移植された。ついで1931年1月、本所病院が落成すると、これまた院長移植があった。さらに、同年4月、駒込病院が完工し、その院長としての仕事も忙しさを増した。木造の駒込5点が解体されて、鉄筋コンクリートの新病院となった。 新しい駒込病院は地下1階、地上3階、延べ約1万6000平方メートル。暖房完備の近代的な建物。ベッド数は、電性病を500、普通119。外来は1日300人をはける規模だった。落成式は5月16日の午後行われた。この年の10月、2期は思わぬ事件で院長を辞任することになる。 世代交代の大きな波であったろう。この時、2期58歳。人生80年と言われる現在なら、ともかく、人間50歳時代のことである。1931年12月、長女、未知は、石川県出身の増田貞吉と結婚した。1932年1月3日、長男、長男順一が死亡した。去年30歳。 健造が60歳になり、1933年3月、東大教授を定年退官した。当時、伝染病研究所技師、東大附属病院部院内課長も辞めた。母校東大で、初めて教弁を取ったのは、ドイツ留学から帰国した1909年6月、36歳の時であったから、通算23年9ヶ月間、教壇に立った。 最初に伝染病学の講座を持った時は講師であと1914年12月42歳を目前にして助教授に進んだ。さらに1921年2月48歳で教授になった。この間、健造自身が若手の細菌学者から細菌学、伝染病学会のトップになった。健造は国内は言うに及ばず、 海外にまでよく旅をした。海外には1933年、1941年の二度中国大陸へ渡った。1935年には台湾にも足を伸ばした。二季は宴会好きで酒は若い自分から強かった。持参の玄米口に含んで酒好きを傾けたが、今が乗ると一つ覚えの山で赤いのはあざみの花よ、家で怖いのは兄嫁様よ。 という歌を大声で歌った。駒込病院や伝染病研究所のや会、忘年会などには退職後も暇を作っては参加した。伝染病学会には卒業まで出席し、その宴会では仮装などして楽しんでいる。1940年2月8日、次女、圧が石川県出身の増田祐吉と結婚した。養子となった友吉が二期化を継いだ。 豊島岡女子学園中学校、高等学校の2期記念行動文化勲章授与式、前列中央が2期賢造牛込高等女学園の第4代校長に就任。1943年2月24日から妻、伊よが死亡した。去年64歳。1955年11月3日、健造は、 文化勲章を授与された八十二歳の秋の文化の日であった。受賞者の決定が前月十一日で、その翌日の秋田伊佐尾新報長官に文部省発表の記事が載り、賢造の略歴が紹介されている。二期賢造秋田市出身、八十二歳、明治三十四年東大科卒、医博、同三十八年から三年間独身運編以来に留学。 帰国後駒込病院副院長、電研技師、東大助教授を経て1919 19年、同病院長、東大教授となり、昭和元年伝染病学会長、同5年日本医大教授、同26年学士院会員に選ばれた。この間、昭和4年素行症の研究に対し学士院賞を受ける。伝染病、細菌学の権威。著書には、専門の論文集のほか、 複式呼吸と健康などがある。続いて14日付長官には、それを祝う記事が掲載された。本県が生んだ、日本伝染病、細菌学会の司法というより、一般人には、玄米食や、複式呼吸などの健康法で有名な2期、建造博士が晴れの、本年度文化勲章受賞者に内定して100万、県民を喜ばせている。建造が最年長で、 皇居での真授式では歓迎によって受賞者を代表して天皇陛下に謝辞を述べた。記念撮影でも三人ずつ前後二列に並んだその中で前列中央に座った。皇室数拝者でもあった二期にとって一世一代の晴れがましい一日であった。私は百歳まで生きてみせます。玄米彩色を通せば人間は百歳まで生きられるものです。建造はしばしば。 こう述べていた。しかし、90歳を越してみると、周囲の人が見ても、はっきりと体力が衰えていくのがわかるようになった。それまで決して欠席したことがない、伝染病学会総会にも、1963年からは、姿を見せなくなった。1965年、92歳で収容団長を、辞任した後は、決まった仕事もなくなり、自宅内で過ごす時間が増えた。 こうして1966年3月25日、無病を誇っていた2期が、ついに風邪をひいてしまった。家族や弟子たちが老人性肺炎になるのを懸念、入院させた。入院先は、かつての伝染病研究所付属病院から名前を変えていた東京大学医科学研究所付属病院である。健造自身が初代委員長を務めた病院のベッドで、 弟子たちの治療を受けた。診察の結果、気管支肺炎が認められた。天寿は刻々と迫っていた。4月8日、自発的肺尿が不能となる。23日になると、食事も、ほとんど食べなくなった。そして、27日、飲み物を口にした際にむせて何回も吐いた。これを境に容体が急変した。この日、午前6時30分。 二期はついに不気の人となった。行年九十三歳。十三日が追蔵された。日口家の母大寺である、天徳寺の総門樋口家の母大寺である、天徳寺の三門旧政党院にある日口家代々の母妃旧政党院にある、二期健造の実父、樋日口純太、母栄の母妃西多摩霊園にある、二期健造と家族の母妃二期は、秋田佐竹藩の藩囲。 樋口家の出身で、元の姓は樋口であった。8人兄弟の3番目に生まれた。3歳の頃、同じ秋田藩の範囲、二期家に養子縁組して二期生を名乗る。生まれた時には1年も持たないと言われるほどの巨弱であった。20歳まで、心身ともに数多くの病気に悩まされたが、徴兵検査の時に検査官から巨弱な病心を指摘され、 軍隊の黒い麦飯を食えと一括され、その翌日から爆繁殖を始めた。これにより、巨弱な病心から解放された。このように二期は、範囲の家の生まれであること、そして、また、自らの深刻な病弱を、日本の伝統的な食用性により救われたという、原体験により、西洋医学の道に進路をとり、そして、それと矛盾することなく、 東洋的な健康法の普及活動に施行した。食事法としては、玄米菜食による完全食、家は、塩は持チいず、動物は少なくし、2分間にで食べることを提唱していた。ニキ自身は48歳より、1日一食、玄米、塩なし、油なし、過食なし、動物不要の食事となった。精神調則法の創始者である。 塩谷信夫は二期の健康法を実践して病弱体質を克服した。二期は晩年も元気に活動し、亡くなる前には全国の弟子たちを電報で呼び集め、全員が揃ったところで、それじゃあ、君たち最後の息をするから、さようならと言って、よう去ったという。胸と腹が一緒に出て、一緒に引っ込んでゆく胸腹式呼吸法を推奨。 肺の呼吸面をまんべんなく広くし、肺全体が自由に呼吸することになる。息を吸うときは腹が膨れるように固くなるように吸い、あまり息まないように少し捉えてから静かに吐き出す。胸の方から先に空気を出し、次に上腹にある空気が胸を通って外へ出るように、下腹には少し空気が残るように出す。ありがとうございます。